はい、皆さんこんにちは。鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青柴です。今日はタイトル通りです。鉄道模型を壊しちゃいました。壊しちゃったのはね、これです。1380系の戦闘車両なんですけど、2箇所壊して、1つはダミーカプラーっていうのかな、これ。ここにこのスカートのここにね、 GM のここにこうついてたこのダミーカプラー、これを1800系とね並結させて走らせた、あの動画撮った時に、スイングドローバーにね交換しようと思って、このスカートのここにスイングドローバー用のあのなんていうんですか、あれをつけようと思って、ダミーカプラーグッと引っ張ったら、まずこのスカートにこれ固定されてたのかな、プチってちぎれちゃって元に戻らなくなっちゃって、これはまああの接着剤でくっつければいいやと思って、じゃあこれスカートごと外さなきゃいけないのかと思ってね、このスカートを外そうと思ったんですよ。あ、そうか。でスカートを外すのにボディをね、なんかね、これ分解しないと外れないですね、これね。普通だとこのままグッて引っ張ればこう取れるんですけど、なんかこの1380系外れなくて、仕方がないんで、この台車のネジをドライバーで外して、でこう分解してスカート取り替えて、で元に戻して、で1380系とスイングドローバーでくっつけて走らせてたんですが、それね、今度片付けるときに元に戻そうと思って、でまたこうドライバーでこう外したら、ここのね、このネジ止めの部分が、割れて壊れました。なので今この台車がこうまずくっつかない、台車が元に戻らない状態になってしまったというのが一つと、このスカートのこのダミーカップがちぎれて取れちゃったという、2箇所が今壊れてしまった。まあ、ダミーカップラーは接着剤で貼ればなんとかなるなと思ったんですけど、さすがにこのネジ止めの部分が割れてしまったのはもうなんともならないので、先ほどねグリーンマックスにね電話してみたんですよ。修理係っていうセット買うとこういうのがついてきますけど、修理代表が、これ電話して聞いてみたら、まあ送ってくださいと、そしたら修理して元に戻しますということでした。お値段ちょっとね聞かなかったんですけど、いくらかかるかっていうのは、まあ1両だけだったら他社さんのああいう単品ケースに入れて送っていただいても結構ですよっていうことでしたので、ちょっとこれからですね、壊れないように梱包して、ちょっとこのグリーンマックスの修理係にこの鉄道模型を送ってみたいと思います。はい、ということで、皆さんも鉄道模型の取り扱いには十分注意しましょう。以上、鉄道模型を壊しちゃったという動画でした。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホ、タブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あと、ツイッターのフォローもお願いいたします。